いつもご覧いただきありがとうございます。あつ森です。今回紹介するのはこちらです。死ねを言うことの意味を知ると怖すぎて言えなくなる。このことについてお話ししていきます。この話、僕の息子の、中学生2年の息子がいるんですけど、その息子が最近よく言ってたんで、この言葉を。同じことを話したんですけど、この死ねっていう言葉、相手に対してすごい、傷つけてるっていうのはもちろんみんなわかると思うんですけど、これ何よりも自分自身を傷つけてるんですよね。そのことをね、わかってなさすぎて、簡単にこういう言葉を発しますけど、心の中のもう一人の心、無意識の心が、これしっかり聞いてるんですよ。で、自分に向けて言われてると思っちゃうんですよね、これ。この言葉。相手とか他人の区別つかないんですよ、その無意識の潜在意識っていうのがあって。で、俺ってそういう価値のない人間なんだ。死ねなんて言われるぐらい価値のない人間なんだって思うんですよ。そうすると、自分に自信がすごいなくなっていく。そしてすごい不安な気持ちになっていく。そして不安とか恐怖がどん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 自分の心の中で大きくなっていくんですよ。そうするとどういうことが起きるかっていうと、まず、あれですよね、病気にかかりやすくなりますね。病気っていうのは不安な心が作り出すものですから、自分自身が作り出しているものですから。そして、すごいマイナスのオーラを発するようになります、自分が。で、そのマイナスのオーラって、すごい良くないことを引き寄せてしまう力があるんですよ。これは他人に対してそのオーラを発してるっていうのもありますし、自分自身がその良くないことを自ら選びに行ってしまうっていう。これはすごいね、実際実感すると思うんですけど、マイナスのその言葉ばっか言ってると。とにかくそのつかなくなりますよね。ついてないな、ついてないなっていう人間になってしまう。だから、こういう言葉っていうのは、すごい考えて使うっていうか、使わない方がいいんですよ。その時は鬱憤が晴れて、いい気持ちなのかもしれませんけど、それってもう深く自分の心に残って、ずーんと残ってますからね。ずっしりと。それをどん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 続けていたら、どん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 積み重なって、どん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 不安が大きくなっていって、病気になったり、そして良くないことが起こったりする。悪いことだらけなんですよ。だからすぐにでもやめた方がいいです。ラッキーになりたいのだったら、幸せになりたいのだったら、死ねというキーワードはナッシングにしてください。今回は以上です。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録していただけるととっても嬉しいです。そのことが僕の勇気とかエネルギーになって、もっともっと皆さんのお役に立てる動画をアップしていこうっていうモチベーションにつながりますので、ぜひよろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。